9番の川口誠二赤番で抑えました。4番の堀内俊介中段から中段へと立ち回っていきますが、2番の金子哲弘も早くも巻き返して中段の外目、中段を取り切ってちょっと神奈川勢インコースかぶる展開から7番手に引いていきます。4番堀内7番手に下げた、赤番で抑えました。9番の川口誠二飛ばしていきます。マークは1番の谷口良平、3番手は5番の森川大輔、中部勢が飛ばして最終周回と向かっていく。中段取り切ったのは2番の金子哲弘、一方4番の堀内俊介ホーム7番手からまくり上げる。1コーナーから2コーナーカーブへと向かっていきます。先行は9番の川口誠二、そして番手1番の谷口良平反応する。バックから出ていきました。2番の金子哲弘4番手からまくっていきますが、谷口良平の番手まくりを3コーナーカーブ超えていったか。2番の金子哲弘まくり切った。後ろ8番の上原龍がなんとか食い下がってくる。4コーナーから直線です。中段からまくり切りました。2番の金子哲弘マークから8番の上原龍が追い込んでのゴール。計算しながら走れるんですけど、やっぱ先行してもらっとると全然もう踏んでしかなくて全然余裕持てなかったっす。ちょっとは位置取りっていうことはかなり、じゃあ、まあ、やっぱりそっちの方がちょっと重点置かないと、やっぱりやり合っても堀内君のあれですし、谷口君も引き出すの経験ですし難しかったですね、はい。まあ、チューブの番手まくりっていうのも十分考えられたと思うんですけど、でも 100% は太くですね、はい。行くタイミングというのは、まあ、まあそこだなっていう感じで合わされても行けても、はい、そんな感じでした。あとわずかでしたね。いや全然もう上原さんがラインが一着なら全然言うことないですね、はい。いかが存在感のあるレース。あ、よかったです、はい、そう言ってもらえて、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。まあでもそこでもうまくこうリードした、うん、まあでも
本当に全部、金子は僕何もしないで金子が動かして、あそこまで無理くり行ってくれて、普通だったら離れてもいいんですけど、ね、全然よかった。でもしっかり水槽から四角ぐらい、そうですね、余裕って問題よね。余裕はね、正直なかったんですよ、結構きつくて、うん、風は結構ありましたね、うん、はい。26年の9月の宇都宮、そうですね、久しぶりなんで、9回目でよかったです、本当に、うん、先ほどもおっしゃってましたね、やっぱりそのこれから小泉ファンだけじゃなくて、そうですね、復帰したいです。